三門暗黒寺は、長崎県壱岐市足部町深い坂へ触れにある、臨済州大徳寺派の寺院。1338年、足利高氏と忠義は、平和祈願と、現行以来の戦死者の冥福を弔うために、従来あった変寺を暗黒寺とした。室町時代の貴重な文化財を多く所蔵し、中でも高来版大般若経は、国の重要文化財に指定されている。解散は、 関能元年に来島した京都南禅寺の禅寺、無意見都もり。仏殿は安政八年の再建。二重屋根で死死屈の変額がかかる。また境内には長崎県指定天然記念物の杉の巨木がある。大般若京五百九十一条が六箱に収められ、暗黒寺経像に保存されていた。当初は巻物であったが、折本層に改められている。 五百九十一条の内訳は、高麗時代の半本が二百十九条、後に補われた写本が三百七十二条となっている。半本は、高麗初長本で、内六条に侵入者高麗国金回復補長霊院士、元鎮守、中に、吉丹の十広氏十五年日の犬四月の奥書きがある。写本の筆者年は、県務四年、昌平十八年、建徳二年、王安五年から、 天正元年に至り、長い年月をかけて、完成に努めたことが伺える。高麗初長本は日本では珍しく、京都南禅寺に有欠本が伝わっている。1420年その義軍が渡名村の長浜後、初代明神に寄進された大般若教一部六百貫が、後文明十八年で割爵寺如お坊によって、暗黒寺に侵入された。 1994年7月23日に591条のうち493条が宝物殿から盗まれていることが発覚した。1995年にシみや汚れ、干末の署名などが告示したもの3条が韓国で発見され、韓国の国宝284号に指定された。日本の外務省が1998年に韓国政府に対して、 調査を依頼したが、個人所有であるとして返還が認められなかった。所有者は、コリア投げ商品会長で、韓国博物館会会長の輸送局である。2011年4月27日、朝鮮王室儀の引き渡しに関して、衆議院外務委員会で、日韓図書協定が可決され、4月28日には、衆議院本会議でも可決された。この儀引き渡しに関連して、 同2011年4月、日本の外務省は、大韓民国外交通省部に対し、1994年の安国寺から盗まれた高来版大般若業と2002年に各林寺から盗まれた阿弥陀三尊蔵について、韓国内流入の事実確認や詳しい経緯の再調査を要請した。この日本政府の要請に対して、韓国政府は、 高来版大反栄行については確認できないとして2001年に韓国国内法において事項としていた。また、阿弥陀三尊像家系塾については、韓国政府の調査協力により、韓国人男性2名が韓国で実刑判決を受けたが、2011年現在、実物は行方不明のままである。意気暗告時の杉、ありがとうございます。